りおさん、タコありがとうございます、ありがとうございます。タコのタコ感。モンブランさん、カンさんにありがとう。ユキハさん、それはラッパ？サックス？ありがとうございます。ドドドドドロロロロドロロロロロ、うりんちゃん、ハートありがとう。ガントチャートさん、めっちゃかわいい、かわいい、かわいすぎてごめん、ありがとうございます。ガンちゃん、ありがとう。なんかどうしてもさ、部屋の温度をちょうどよくできない。寒い今。除湿。難しい。なんかめっちゃ暑いわけでもないからさ。ないけど、なんか湿度が高いような気がして除湿つけてるんだけど、ちょうどよくできない。下手くそ、部屋の温度を調整するの下手くそです。つむちゃんバラありがとう。かずきさんハートありがとう。みんなカレー食べた？金曜日といえばカレーライスです。カレーライスは絶対金曜日に食べないといけません。私は私はザルそばを食べました。でも、皆さんは絶対に、カレーを食べるという義務がありますので、まあ、地域のねルールに従ってカレーを食べるよう皆さんよろしくお願いします。寒いからちょっと髪の毛マフラー代わりにしよう。髪の毛マフラー。よもつくさん、タコちゃんありがとうございます。タコ、タコチュー。ジャボテンさんハートありがとうございます。あ、皆さんちょっと何とお礼を言えばいいか分かりません。15日の8時間目ですかね、完売しておりました。ありがとうございます。ありがとう。うわー、嬉しいです。ありがとうございます。
あともう1時間完売したら私はまた30通メールを送りますね。はい、また公約を私はしようとしてます。30通迷惑メールじゃなかった？昨日結構頑張って送ったんだけど、どうですか？はい、7月15日の7時間目も完売したらまたメールを30送りたいと思います。迷惑メールじゃなかった？嬉しかったですか？嬉しい、ありがとうございます。いや、もうさすがに30通はね、もう送る機会ないんじゃないかなと思ってますよ。さすがにちょっと7月15日のね、7時間目がね完売することはきっとないと思うので、30通送ることもないと思いますよ。はい、絶対ないと思いますよ。大丈夫大丈夫、送ることない。いや、もうないと思うから。いや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 、絶対ないですよ。多分完売するよ。いや、ないですね。じゃあ分かりました。次のね、7時間目がもし完売したら、私はモバメを、次はじゃあ40通。いや、40通プラス10はちょっと、まあいいか、40通送ろうと思います。ちょっと待って、さすがに100はやだ、100はやだ。なんかだって可能性あるもん、そんな100って100ってさ、そんないけれんよ。そんなん言ったらもう私壊れる、もう。78つ目、ああってなりながら。さすがにちょっとそれは嫌だ。まあ、またね、100はまた別の機会にやるとして、ちょっとまあプラス10にはなるんですけど、いやでもね、40通もね送れないと思う、多分。いや、多分送れんと思う。絶対完売しない。私はそっちにかける、40通送らない方にかけます。違います、煽ってない煽ってない。いや、私はもうみんなすごい、もう
みんなね、私がお話し会来てねって言ったことに対して、もうね、わかった、愛子ちゃんのためならって頑張ってくださったじゃないですか。もう十分だから、もうね、もうあれなんですよ、もうこれ以上私がね、わがままを言っちゃうとみんなね、呆れちゃうじゃないですか。もう多分呆れてるでしょね。だからもうないと思います、きっともうきっと話し会はね、最後、うん、7月15日完売することはないと思う7時間目はね、本当に完売しないまま終わると思う。うん、だからいや、もうみんなあんまり無理しないで、うん、大丈夫だよ、本当に大丈夫だからね。いや、乾杯してするとすごく嬉しいですよ、私は。もちろんもちろん嬉しいですよ、それは。そんな、なんか嬉しいわけないじゃないですか。あ、タワーありがとう。リノンちゃんありがとう。え、どうしたの、ありがとう。ゆきさんタコありがとう。ジャボテンさんタコありがとう。キヨさんハートありがとう。豚松さんお疲れありがとう。ギフトありがとう。リノンちゃん、クマもありがとうございます。お久しぶりだわ。確かに久しぶり。8月24日名古屋の前日参戦することになりました。嬉しい。あ、もう当落が出たんですか。うん、それはそれはとっても嬉しいね。はい、というわけで皆さんお話し会待ってます。そして明日はね、リアルお話し会なので、うん、たくさんたくさんたくさん楽しみましょう。ゆがたっこじが見られます。ゆがたっこじ明日似合うかな、明日の浴衣。なんか心配になってきた。うん、当選した。髪型どうしよう、浴衣っこじ、なんか迷うな。うりんちゃんだるまありがとう。ドドドダダララララ小さなバラ おー、みんなの当選した、当選、当選した、当選してないコメントがいろいろですね。私ね、昨日4周年のコンサートと6周年のコンサートを見返してたんですけど、4周年の時の私がすごい必死だった。
全然違った。6周年の時はもうなんか調子に乗ってるんですけど、4周年の時はもうなんか全然違いますね。やっぱ今からタワーのお礼書きます。りのんちゃん、あの制服の重さを見てたんですね、昨日4周年の時の一部かな。あれの私のさ首がすごくてさ、ちょっと あんな気合入ってたんだと思って、なんかちょっと忘れかけていたものを思い出しました。ガラス窓みたいな、なんかめっちゃおー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 って思って、すごい私も今度制服の重さやるときはあの勢いでやろうと思って。模範的に立ち振る舞い、本社の日を待つ、あうわうわ、髪切れの卒業証書なんか。なんか最近の私のパフォーマンスといえば、ちょっと余裕が出てきて、なんかみたいな、なんかちょっとね調子に乗ってるんですよ。だから調子に乗るなということでね、まあ、25日は調子に乗ってたらすいません頑張ります。25日の花だれはまあいいところは残しつつ、まあ、もうちょっとこうね、思い出すことは思い出して気合い入れて気合い入れます。そうね、生誕祭やけんノリノリで行こう。ノリノリで、さあ無事に当たった。おーやったね。じゃあ書くねー、くまちゃん書くね。6周年の時の夕日を見ているかの私のなんかちょっとこう余裕ぶってる感がなんかすごい、自分でなんかなんだろう、あ余裕ぶっこいてるって思いましたねこれ本人だからそう思うんでしょうね。みんなはそんな厳しい目で見ないでね。なんかまあなんだろう、まあ、言い方は結構自虐的な感じに言ったんですけど、まあ、要するに表現の仕方が結構分かってきたっていうことですね。どうやって自分を見せるかっていうのがだんだん分かってきたっていうことになるんじゃないかなと思います。まあ、忘れかけていたものを思い出すっていうのは大事なんですけど、逆に全然やっぱ違ったので見せ方とか、ね、分かってきて成長したんじゃないかなって思います。だからツアーはもっと楽しみにしててほしいなって思います
一応進化してるっていうことが確認できました。待って、なんか怖くなった。このクマ書き直す。ツアー楽しみです。全力で楽しみます。楽しんで、みんなが楽しんでくれたら私はそれで十分。はい、書いたでー。りのんちゃん、タワーありがとう。久しぶり。ツアーの当選おめでとう。名古屋で待ってるでー。ありがとう。一人で参戦するって言ってたけど、私が一人で寂しい気持ちにさせない一人でも私が寂しい気持ちにさせないから大丈夫。一人でもありがとう。結婚してください。それは考えとく
ありがとう。ありがとうございます。ポッ。あ、そういえばブログがやっと更新されました。マネージャーさんがね、ずっと更新し忘れてたらしい。私もなんか言おうかなって思ったんだけど、ちょっとあれ、なんか不具合かなと思って、そう、そしたらなんか朝、あ、更新し忘れてた、ごめんって来てて、あ、全然いいですよって言って、でもね、ちょっとね、面白かったのがね、なんかね、毎週水曜の連れこじって書いてたんですけど、それが今週の連れこじに変わってて、あ、今週になっとると思って、最初のその文章が、毎週水曜の連れこじがさ、今週の連れこじって修正した修正したなって思ったんですけど、変えられてた。まあ確かに私が水曜日に更新されるっていうつもりで書いたから、まあね、更新された曜日が違ったら、まあそりゃね、文章も変わりますよね。そう、ちょっとね、改ざんが入ってた、文章改ざん。森友学園そんなに、そんなディープなそんななんか深い話題じゃないですよ、全然ブログは。でも今のところちゃんと私はね、毎週水曜日に間に合うようにブログ書いてるんで、はい、あ、なん、え、私の内容、私の内容伝わってる？私は水曜日にブログを投稿してくださいっていう風にお願いしてたんですけど、マネージャーさんが投稿し忘れてて、だから水曜日に更新されるものだと思って、私はその文章の最初に毎週水曜の連れ子じって書いてたんですけど、そのごめん遅れた、今から投稿するねっていうことで投稿してくださったんですけれども、その文章が勝手に今週のに変わってたっていうので、はい、なんか別に私がいけないことを書いてたわけじゃないっていうのは、わかる？大丈夫？そんな危険なことを書いてるわけじゃないっていうのは伝わってるかな？
そう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 。そうですよ。まあいいや、まあブログご覧ください。そうそう、ファンクラブのブログです。なんか私がなんか変なこと書いたから、その均一が遅くなったとかじゃないっていうことだけを分かってて欲しかっただけ。違う、そんな、違う違う、違います。というわけで水曜日、また来週水曜日も更新するので見てね。長いから時間がかかった。違うの、もう本当に単純にマネージャーさんが投稿し忘れてただけ。本当に本当にそれだけ。こんばんは。ひげめがねさん、ギフトありがとう。のぎんさん、カタカナのたかさん、かずかさん、ダースーさん、ズーミンさん、ジャボテンさん、カタカナのたかさん、ギフトありがとう。としやさん、瀬戸倉さん、うりんちゃそ、ギフトありがとうございます。でも今日のレッスンそんな疲れてないんですよ。そんなハードじゃなかった。やぶた。なんか変なメモがある。何これ。ルーティーンや決まり事が大事、心地いいペース守りたい、
必ず取る行動大事、普通を続ける才能、変化を望まない、何これ、突発的なことは苦手、自分がある、どこに行っても染まらない、こなせることができる、最後に残るタイプ、じわじわ高められる、コツコツ、基本的に遅咲き、長期戦、何これ、何のメモ、なんか変なメモがある。私が書いたメモですね、スケッチブックだから。最近また新しい占いにハマっててさ、勉強してます、占い勉強してる。なんか占い師になりたいんかなって自分でも勘違いするほど占い勉強してる。何占い？私が今勉強してるのはあれです、四柱推命ですね。ちゃんと運勢が見れるぐらいまでなりたいなと思ってる。さあ、なんか占いってさあれじゃない？まあ信じるか信じないかはあなた次第みたいなところがあるからさ、本当になんか。それを絶対信じて行動するっていうよりかはさ、なんかちょっと楽しむ程度の方がいいよね。なんかそれをさがっつり信じるのは良くないからさ、ジャボテンさん、ハートありがとうございます。そう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 、あんまり信じすぎないようにしたい。眠い、眠ピョネス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 、あー、ぶんちゃん、ひげめがねさん、ジャボテンさん、ギフトありがとう。結構勉強したんですよね、なんか面白いね、やっぱ興味のあるものを勉強するって。もう心理学勉強したい。まるちゃん、いいね、ありがとう。占いされるのと自分で占うのどっちが楽しい？どっちも楽しい、どっちも好き。
んか心理学勉強したいな。昨日さ書いててさすごく楽しかったの。こうやってねまとめるのがすごい好きでこういう感じで何タイプ何タイプみたいな好きなんですよ、こういうのが。そう、こういうの覚えていけたら楽しそうだなと思ってこの書いてます。めっちゃ書いとう、まあでもすぐ飽きるかもしれない。これ全部四柱推命のこと。あとはまあ日記とかも書いてますね、ここに。あと何書いてるか、なんか計画とかやりたいこととか今の自分の考えとかいろいろ書いてる。秘伝書くことが好きなんですよね、いろいろ。頭悪いけど、字書くと落ち着く。文字書いたらそう、本当に何でも紙に書く。今日あったモヤモヤしたこととか、なんかそんな過激なこと書いてないけど、なんでこんな思いをしたのかなとか、なんか整理しますね。ポエムってよりかは、なんであの時不快な気持ちになったのかみたいな、なんか整理する。そしたら結構紐解かれて、あーだからかって思って、あ解決解決ってなりますね。日記、あ毎日じゃないけどなんかあった時とかは書いてますよ。え、あ詩人じゃないよ全然。ポエムは書いてないポエム系じゃない、書くのは。ソリオさん、パコありがとう。ヒゲメガネさん、音符ありがとう。ウリンちゃん、豊中のひろさん、イヒトありがとう。ガントチャートさん、タコありがとうございます。タクだからポエムは書いてないってばポエムは書いてないの。そう、今眠いからもう何でもかんでもなんか怒っちゃう。
愛子のストレス。最近私のストレスは、そうですね、最近のストレス、雨が降ると思って、雨降るかなと思って傘持っていったら全然雨降らないのに、なんか今日はいいかと思って持っていかんかったら雨降るやつ。あと相変わらず工事の音がうるさい。もうストレスです。と、他のイライラ、他のイライラはね、洗濯物がね外に干せない。あと他のイライラは、なんか美味しいお菓子が見つからない。他のイライラは、あ、布団がなんかすぐ下の方に行く。なんで下に行くのって思いながら、そうなんですよ、私すぐね怒っちゃうんですよね。よくない。結構ね自分のやったことに怒るんですよ。自分がやったのに、その布団が下に行くとか、なんか、あ、部屋が散らかってるとかってなったら、自分がやったことにイライラする。ストレス、怒りを覚える。でもね、なんかね怒りっぽい人ってその解決を知らないから怒るらしいです。パニックな状態なんだって。あ、もうこれは自分で解決できないって、あの解決策を知らないからパニックになって怒ってるらしいよ。周りに当たり散らさない。あ、当たりはしないかな。人に当たったりはしないかな。人に当たるのは最悪ですね。ジャボテンさん、タコありがとうございます。みんなどう？怒りっぽいですか？みんなは最近怒ったことある？私のお母さんがもう本当に怒りっぽいから多分遺伝ですね。結構ねイラチなんですよ。お母さんに似たかもしれない。外歩いてたら全てに怒ってます。怒らないで。まあまあ、え、でもさ、なんか怒っとる時にさ、まあまあって言われたらさ、もうもっとさヒートアップせん？なんか、いや、まあまあ、まあまあじゃないんだよ。まあまあじゃないんだよ。
か。こっちはすごいなんか必死なのにさ、なんかすごいまあまあってこうなんかねえねえ住んでねんけ、いい住んでこなくていいことは必死なくていいじゃないみたいな言われたら、えそんな細かいかな、私そんな細かいこと言ってるかなってってなるんだよね私本当に。まあまあって何って思って、まあねそうなんだよ。でもね結局ねなんか自分以外のなんかさ人が怒ってたらさ、もうそんな怒ることないじゃん、なんでこんなこと、なんでそんなしょうもないことでとかさ、なんでそんなちっちゃいことでとかさ思うから、多分自分以上に怒ってる人を見つけるのがいいんだろうね。うん、したらなんかあれですね、うん、ちょっと冷静になれる。なんか自分の中のルールがありすぎるんだろうな私、だからそのルールになんか外れたらえってなるんだろうな、よくないな、なんか人それぞれって思う。なんかルールがありすぎるんだと思う。くじまささん、タコありがとうございます。そう、自分のルール、例えばさ、その洗濯物は外に干したいみたいな、なんかそういう自分の中の洗濯物は外に干すっていうさ、絶対そうしたいっていうのがさあるからさ、中で干したりすると、なんでなんかこんな部屋干ししてなんかカラッとしないのとかさ、なんだろうな、こだわりを捨てる。なるほどね、こだわりが、確かにこだわり強いかもしれない、こだわりが強いんだろうな。なんか今すごい反省した。だから私のそばにいてくれる人は本当にこだわりがない人がいいこだわりがない人がいいな。まあでもみんなこだわりがあるか。じゃあ1時間経つのでそろそろ終わりたいと思います。13位、ぶんちゃん。12位、きのこのかパパさん。11位、ズーミンさん。10位、ひげめがねさん。9位、ダースーさん。8位、カタカナのタカさん。7位、キヨさん。6位、ウリンチャソー。5位、ヒーくん。4位、ソリオさん。3位、ジャボテイさん。2位、ガントチャートさん。1位、リノンちゃん、ありがとうございます。
がとうございました。じゃあね、明日お話し会で会える方は会いましょう。バイバーイ。See you.